ジェームズ・ウォーレン・ジム・ジョーンズは、アメリカ合衆国のキリスト教系新宗教、人民寺員の教祖。ジョーンズは、社会主義の信奉者であり、社会主義こそが神の意志に沿った、社会規範であると信じていた。もともとは、プロテスタントの一派、メソジスト並びにリサイプルス派の牧師であったが、後に、人民寺員を創始した。南米外アナに教団が開拓した、ジョーンズタウンで、 信者ともども集団自殺したことで知られる。ジョーンズは1950年代に人民陣を創始した。1960年代中盤には人民陣本部をカリフォルニア州へと移転し、1970年代初めにはサンフランシスコでの活動で役評を得るようになった。そして最後にはガヤナへと本部を移した。1978年、ジョーンズタウンにおいて、 人民寺員が人権を蹂躙しているという報道をメディアが言った。それを受けてアメリカ合衆国会議員のレオライアンを代表とする代表団が同地を訪れた。ライアンは帰路の途中、飛行機への搭乗中に銃撃され殺害された。それに続いてジョーンズは人民人信者ともども集団自殺へと至った。ジョーンズタウンと教団本部での自殺者の 計9 1 8人が犠牲となった。そのうち約300人が未成年の子供であり、そのほとんどがシアン化物を混ぜ込まれたフレーバーエイドとクールイコールエイドの混合飲料によって自殺している。この歴史的な出来事はアメリカ合衆国の英語話者の間でクールイコールエイドを飲むという慣用句を生み出すまでに至った。ジョーンズは1931年5月13日に アメリカ合衆国インディアナ州クレテの固い中で生まれた。父は第一次世界大戦中軍歴のあるジェームズ・サーマン・ジョーンズで母はリネッタ・プットナムであった。ジョーンズはアイルランド系及びウェールズ系の血を引いていた。後にジョーンズは母からチェロキー族の血を引いていると自称したことがあるが母方のまたいとこは後にそれは正しくないだろうと述べている。 1934年に一家は世界恐慌による経済不況によってインディアナ州林に移住した。ジョーンズは同地の水道のない小屋で育った。この他にも直騰族インディアンの血を引いているという文献も存在する。少年時代はヨシフ・スターリン、カール・マルクス、毛沢東、マハトマガンジー、そしてアドルフ・ヒトラーに関する書物を熱心に読み、 各人物の強みと弱点に着目していた。ジョーンズは友人を作ることが困難だとことが主な原因となり、宗教に対して強い興味を抱くようになった。ジョーンズの子供時代を知る知人たちは、後にジョーンズのことを本当に異様な子供だったとか、宗教に寄りつかれ、死にも寄りつかれていたと述べている。彼らはジョーンズが時折、 両親所有の土地で小動物の葬儀を行っており、猫を刺殺したことがあると断言している。ジョーンズと子供時代の友人双方ともが、ジョーンズの父親はアルコール中毒でクークラックスクランと関わりがあったと述べている。しかしながらジョーンズは自分自身が社会から阻害されていたという経験からアメリカで抑圧されているアフリカ系アメリカ人コミュニティにシンパシーを感じるようになった。 後に、ジョーンズが語ったところでは、ジョーンズの黒人の友人が家に入ることを、ジョーンズの父が拒否したことが発端となり、ジョーンズとジョーンズの父は人種問題について衝突し、本当に長い間一言も話すことがなくなったという。ジョーンズの両親が離婚した後、ジョーンズは母と共にインディアナ州リッチモンドへ移住した。ジョーンズは1948年12月に、 当地のリッチモンド高等学校を優等で早期、卒業している。翌年にジョーンズは、ナースのマルセリーヌ・バルドウィンと結婚し、インディアナ州ブルーミントンに移住した。彼女は後に、ジョーンズタウンで、ジョーンズと共に自殺している。ジョーンズは、インディアナ大学ブルーミントン校に進学した。同学で行われたエレノア・ルーズベルトのアフリカ系、アメリカ人の苦境に関するスピーチが、 ジョーンズに典型を与えた。1951年、ジョーンズはインディアナ州インディアナポリスへ移住し、バトラー大学の夜間学生となった。1961年にジョーンズは中東教育に関する学位を取得している。インディアナポリスにあるジョーンズが初めて勤めた、教会1951年、ジョーンズはインディアナポリスのアメリカ共産党の集会に参加するようになる。 マッカーシー校長会の間、とりわけ彼が母と共に参加したポール・ロブスンを取り扱ったイベントに関連して、ジョーンズは嫌がらせを受け、大きなストレスを感じていた。この集会の後、彼女は集会に参加した協力者の面前で、FBI に嫌がらせを受けている。ジョーンズは、同様に、アメリカ合衆国における赤狩り、つまり、共産主義者の追放についても強いストレスを、 感じるようになっていた。とりわけ、ジュリアス・ローゼンバーグとエセル・ローゼンバーグ夫妻の裁判中において、この傾向が強かった。このストレスから来る怒りや、その他のことがジョーンズを刺激する結果となり、ジョーンズは自問自答することになった。どうやったら、私のマルキシズムを証明できる結論は、教会に潜入することだと。 メソジストの教区長はアメリカ共産党を通じて知り合ったわけではなかったが、ジョーンズが共産主義者であることを知っていたにもかかわらず、ジョーンズが教会に所属できるように尽力し、ジョーンズを驚かせている。1952年にジョーンズは学生牧師としてソマーセットサウスサイドメソジスト教会に所属するようになる。しかし、ジョーンズの集会に、 黒人たちを参加させることを、教会のリーダーが禁止したことが原因となって、ジョーンズは同教会の牧師を辞している。この間、ジョーンズは、セブンスデイバープテストによる、心霊治療を目にしている。ジョーンズは、人々が進んで、心霊治療に財産を捧げることを知り、そしてその治療から得られる金銭が、ジョーンズの掲げる社会を完成させる助けになると、結論づけた。 ジョーンズは1956年6月11日から6月15日の間、ケードルタバナクルと呼ばれるインディアナポリスのホールで大規模な宗教集会を開催している。聴衆を集めるためにジムは知名度のある宗教家を必要とし、当時オーラル・ロバーツと並んで巧妙を得ていた地獄、伝道者で宗教家のウィリアム・マリオン・ブランハムの講演を取り付けることに成功した。 この集会に続いて、ジョーンズは自身の教会を創設するに至った。教会の名は何度か変わったが、最終的に、ピープルズテンプルクリスティアンチャーチフルゴスペルに落ち着いた。人民寺院は、当初、人種間融和を掲げた、伝道団体であった。1977年に、マーティン・ルーサーキング・ジュニア人道賞を受賞したジョーンズ。ジョーンズの右で握手しているのは、 同省を授与するセシル・ウィリアムズ1960年にインディアナポリス市長チャールズ・ボズワイルはジョーンズに人権委員会への参加を依頼した。ジョーンズはボズワェルからの目立たないようにすべきとの助言を無視し、地元のラジオ番組やテレビ番組を利用して彼の思想を伝えた。市長や他の州教官がジョーンズに公的な動きを抑えるように要請したものの、ジョーンズは その要請に抵抗した。全米国人地位工場協会やアーバンリーグの集会に参加した際には、彼が聴衆たちに対してより過激にと煽り、そしてクライマックスでは私の民を行こう、と掛け声をかけたこともあって大きな声援を浴びている。この間、ジョーンズは人種統合を掲げる協会やレストラン、電話会社、インディアナ州警察、映画館、遊園地、 そしてインディアナ大学メソジスト病院への支援も行っていた。アフリカ系アメリカ人に家族の家にスワスティカの落書きがなされた後、ジョーンズは個人的にその家族の近所の黒人家庭を訪問し、不安の解消に努めるとともに、ホワイトフライトを防ぐために移住しないよう白人家庭のカウンセリングを行っていた。さらにジョーンズは、 黒人の入店を拒否するレストランを洗い出すために、おとり捜査を計画するとともに、アメリカナチ党の指導者たちに手紙を書き、その反応をマスコミにリークした。1961年に急病にかかったジョーンズが、手違いで黒人病棟に入院させられた際には、彼は移動を拒否した。ジョーンズはベッドを整え、黒人病人の病人用便器の清掃を行っている。 ジョーンズのこれらの行動に橋を発した社会的圧力の結果、その病院の経営者たちは人種隔離病棟を廃止した。ジョーンズは彼の人種投稿主義によってインディアナ州で相当数の避難を浴びるようになった。白人所有の企業や地域が彼に対して批判的であった。スワスティカを人民寺院の建物にも落書きされたり、ダイナマイトの棒が 人民寺院の石炭の山の中に設置されたり、脅迫電話の後に猫の死体がジョーンズの家に投げ込まれたこともあった。この他にも様々な有料すべき事案が発生したが、その一方でこれらの出来事の一部には、ジョーンズ自身が自作自演しているのではないかという疑いを持つ人もいた。ジムとマルセリーヌのジョーンズ夫妻は少なくとも一部に、 白人以外の血が混ざっている数名の子供を養子とした。ジムはこの家族のことを虹色の家族と呼んだ。ジョーンズは加えて人種的統合は今私のさらに身近な事案となりました。これは私の息子の未来に関わることなのですと述べている。ジョーンズは人民人全体をこの虹色の家族と思い描いていた。ジョーンズ夫妻は 三人の韓国系アメリカ人の子供、リュウ、スザンヌ、ステファニーを養子に迎えていた。ジョーンズは朝鮮戦争で荒廃した朝鮮の戦争孤児を養子にするよう人民寺院の信者たちに奨励していた。同時にジョーンズはアメリカ合衆国が朝鮮の共産主義者のリーダー、金日清による1950年代の韓国侵攻に反対するという立場を取り続けている。 ことに長い間批判的だった。ジョーンズはこの侵攻のことを解放戦争と呼び、加えて南は北の社会主義が打破したあらゆる旧兵の見本市だと述べていた。1954年、ジョーンズ夫妻はネイティブアメリカンの血を引くアグネス・ジョーンズを養子に迎えた。アグネスは養子に迎えられた時点で11歳だった。スザンヌ・ジョーンズは1959年、 6歳の時に養子に迎えられた。1959年6月、ジョーンズ夫妻の間に唯一となる実子ステファン・ガンジー・ジョーンズが誕生している。2年後の1961年、ジョーンズ一家は、ジェームズ・ウォーレン・ジョーンズ・ジュニアという黒人の子供を養子とした。インディアナ州で白人夫婦が黒人を養子にしたのは、これが初めてだった。さらに、夫妻は、 ティムという白人の子供を養子に迎えた。ティム・ジョーンズの実の母親は人民寺員の信者であり、元々の名前はティモシー・グレン・タッパーであった。ベロオリゾンテリオ・デジャネイロ・ジョーンズがブラジルで訪れた場所1961年に各戦争による終末に関する演説を行ったことに加えて、1962年1月のエスクアイア氏にブラジル・ベロオリゾンテが 各戦争においても安全な土地であるという記事が出た。あと、ジョーンズは新たな人民寺院の拠点を立ち上げるという構想を持って家族と共にこの街を訪れている。このブラジルへの旅行の間に、ジョーンズは初めてガイアナを訪れている。ベロオリゾンテに到着した後、ジョーンズ一家は三つの寝室を持つ質素な家を借りた。ジョーンズは 地域の経済と少数人種たちが彼の主張を受け入れるかどうという点を研究したが依然として言語の壁という問題が残っていた。彼はまたこの地域のブラジルの混合宗教も調査している。ジョーンズは海外領土においては自分自身が共産主義者であると映らないように注意を払っていた。そしてカストロヤ・マルクスよりも死と共同体の生活様式について語った。 最終的には、この地域での人員不足によって、ジョーンズ一家は1963年中盤には、リオデジャネイロへと転居している。当地で、彼らは、リオのスラム街で貧民と共に働いていた。ジョーンズは、インディアナでの市民権闘争を置いて木彫りにしてきたことや、そこで行ってきた取り組みが無駄になりかねないことに、罪悪感を感じるようになった。インディアナに残してきた、が、 ジョーンズなしでは、人民寺員が崩壊してしまうと語ったため、ジョーンズはアメリカに戻っている。ロサンゼルス・サンフランシスコ・ユカヤ、ベイカー・ツ・フィールド・フレズノ・サクラメント・サンタ、ローザ・カリフォルニア州の人民寺員の関連地1963年12月に、ジョーンズはブラジルから戻ってきた。その際、インディアナで開催された集会で、ジョーンズは百六十七年七月十五日に、 世界的な核戦争が勃発し、その結果地球上に新しい社会主義の楽園が生まれると述べた。そして安全のために人民寺院を北カリフォルニアへと移すと述べた。それに応じて人民寺院はカリフォルニア州ゆかや近くのレッドウッドバレーへと本部を移転させた。宗教学者のキャスリー・ムエ・シンガーによるとジョーンズは常に 社会的福音の美徳を語っていたにもかかわらず、1960年代後半になるまでは、その社会的福音とは、実際には、共産主義であるという点をひた隠しにしていた。その頃になると、ジョーンズは、人民寺院の説法の中で、彼の使徒社会主義構想の詳細を部分的に明かし始めた。彼はさらに、宗教のアヘンに麻痺している人々は、 強化社会主義化しなければならないとも考えていた。ジョーンズはしばしばこれらの考えを混合させ次のように説教をしていた。もしあなたたちが資本主義国家アメリカ、差別国家アメリカ、ファシズム国家アメリカに生まれたのならばあなたたちは罪にまみれて生まれてきたのです。しかしもし社会主義の中に生まれていたのならばあなたたちは罪にまみれず生まれてきたのですと。 1970年代初頭までに、ジョーンズは従来のキリスト教を軽薄な宗教と伏別したり、女性と非白人を圧迫する道具であるとして、聖書を否定したり、天の神を全く持って神などではないと、非難するまでになっていた。ジョーンズは、ジェームズ王役聖書を批判する本、ザ・レター・キレットを執筆した。ジョーンズはさらに、自身を、マハト・マガンジーや、ファーザー・ディバイン、 イエス・キリスト、ガウタ・マシッタ・アルタ、そしてウラジービル・レーニンの生まれ変わりであると説教するようになっていた。人民寺院の元信者、クー・ホートソン・ジュニアは、ジョーンズがあなたが信じるべきものはあなたの目に見えるものなのです。もし私があなたの目に友人と映っているならば、私はあなたの友人になりましょう。もし父と映っているのなら、 私は父親のいないあなたのために父になりましょう。もし私が救世主と映っているのならば、私はあなたの救世主となりましょう。もし私が神と映っているのならば、私はあなたの神になりましょうと語りかけたという。1976年のジョン・マートの電話会談において、ジョーンズは自身が不可知論者であるとも無心論者であるとも述べた。 アメリカ合衆国内国際入庁が人民寺員の宗教非課税について調査しているという人民寺員の脅威に反してマルセリーヌ・ジョーンズは1977年のニューヨーク・タイムズでのインタビューでジョーンズは信者たちを動員して特に毛沢東から着想を得たマルクス主義をアメリカ合衆国に宣伝しようとしていたことを認めた。 彼女は、ジムは宗教のアヘンから人々を救おうと宗教を使っているの、と語り、ジョーンズは、私はこの紙に書かれた偶像を滅ぼすのだ。と、大声で叫びながら、聖書を机に叩きつけたという。ある集会では、ジョーンズがあなたたち自身があなたたちを助けるのだ。それ以外に助けなどない。栄光の望みがただ一つだけある。それは、あなたたちの中にある。 誰も空から助けになど来ない。我々の上に天国などない。我々が地上のここで天国を作らなければならない。と話すこともあった。1977年1月にサンフランシスコのインターナショナルホテルの前で反追放運動に参加する人民寺院信者たち、カリフォルニアへ移転してから5年の間、人民寺院は急激に成長し、サンフェルナンド、 サンフランシスコ、ロサンゼルスを含む都市や町において、支部を開くまでになっていた。床屋での規模拡大に限界があったことから、1970年代初めまでに、ジョーンズはより大きな都市へと力を注ぐようになる。そしてついにジョーンズは、人民寺院の本部をサンフランシスコへ移転させた。サンフランシスコは当時、急進的抗議運動の中心地であった。この移転が、 ジョーンズと人民寺院信者たちを政治的に影響力のある存在へと押し上げることとなった。それは1975年のサンフランシスコ市長選でジョージ・モスコーニの市長選勝利において人民寺院が重要な役割を果たしていた時期に絶頂期を迎えている。モスコーニはその後ジョーンズをサンフランシスコ住宅公社委員会の委員長に指名した。 ほとんどのカルト宗教の教祖とは異なり、ジョーンズは公的な補助を得ることができるとともに、地方レベルどころか国家レベルの重要人物に面会することができたのである。例えば、1976年、アメリカ合衆国大統領選挙の数日前に、ジョーンズとモスコーには、私的にアメリカ合衆国副大統領候補者のウォルター・モンデールにキャンペーン用の飛行機で面会しており、 モンデールは人民寺員を公的に称賛している。ファーストレディ、ロザリン・カーターもまた、ジョーンズと私的に何度も面会している。その際には、キューバの事案について意見交換をしたり、サンフランシスコ本部のグランドオープン時にジョーンズと会話を交わしている。ここでジョーンズは、ロザリン・カーター以上の歓声を浴びている。1977年9月。 カリフォルニア州会員議員のウィリー・ブラウンは、ジョーンズを広く称賛する晩餐会で司会を務めた。出席者には、カリフォルニア州知事のゼリー・ブラウンと副知事のマービン・エイム・ダイ・マリーもいた。この晩餐会において、ブラウンはジョーンズに朝起きて鏡を見たとき、あなたには何が見えているのですか。マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアとアンジェラ・デイビス、アルベルト・アインシュタイン。 もう主席の組み合わせですかと褒めちぎったという、人民寺院で開かれた政治集会でたびたび演説を行ったハーベーミルクはある集会の後、次のように手紙に記している。聖職者ジム、私はこの高揚館から戻ってくるのに多大な時間が必要かもしれません。私は貴重なものを見つけました。 戦いに費やした時間とエネルギーの全てを補ってあまりある実存の感覚を見つけました。私はあなたが私に見つけて欲しいと思っているものを見つけたのです。私は戻ってくるでしょう。私は永遠に離れることなどできません。ジョーンズはデイビスのような地域の政治家をサンフランシスコのアパートメントに迎えて議論を交わした。彼は 友人であったサンフランシスコさんイコールレポーターの発行人カールトン・グッドレッドに対して中華人民共和国やソビエト連邦といった社会主義国家へと旅行することができないことへの後悔を話しソビエト連邦では落農長官になれるかもしれないという推測を語ったジョーンズが非難を浴びせたことでネーション・オブ・イスラムとの緊張が高まった後 ロサンゼルスコンベンションセンターで行われた大規模な集会でジョーンズは演説を行った。この集会は2つのグループの間の規律を修復するために開催され、多くのジョーンズに近しい政治家たちが参加していた。ジョーンズはサンフランシスコクロニクルやその他の出版社において主要なコラムニストたちとの同盟関係を構築したが、その一方でサンフランシスコへの移転はメディアによる。 人民人への監視を高める結果ともなった。サンフランシスコクロニクルの記者、マーシャル・キルダフは、暴露記事を掲載しようとして、妨害を受け、ニューウェスト市に記事を持ち込んだ。1977年夏、ジョーンズと数百人の人民人信者たちは、キルダフの暴露記事がすぐに出版されるという情報を得た直後、南米、ガヤナに、 人民寺員の主要機能を移した。キルダフの記事には人民寺員の元信者による人民陣側の身体的、感情的、そして性的虐待に対する告発が含まれていたのである。ジョーンズは自分自身の名前にちなんでガイアナの集落をジョーンズタウンと名付けた。ジョーンズタウン・ジョージタウンポートカイトゥマ人民寺員に関係するガイアナの都市ニューワイスト市の記事が出版される。 数年前から、ジョーンズは、ジョーンズダウンの開拓を始めていた。ジョーンズタウンは、社会主義者の楽園であり、サンフランシスコのマスコミからの球団に対する、聖域の二つの目的のために建設されたと、宣伝されていた。ジョーンズは、ジョーンズタウンを、博愛的な共産主義コミュニティのモデルとして開拓したと主張していた。ジョーンズは、私は、 ここにいる我々が最も純粋な共産主義者であると信じていると述べている。なお、ソビエト連邦、キューバ、北朝鮮や他の共産主義国家における強く制限された移民制度のように、ジョーンズも人民人員信者がジョーンズタウンを離れることを許可しなかった。宗教学者のメアリー・マコーミック・モーガは、ジョーンズの権威はこの隔絶されたコミューンに移住してきた後に低下したと、 論じているその理由として、モーガはジョーンズが、信者勧誘をする必要がなくなったこと、またジョーンズが、自身の薬物指摘を一般信者たちに対して隠す、ことができなくなったことを理由として挙げている。移住前になされた告発にもかかわらず、指導者ジョーンズは、人種を分け隔てしない教会を設立して恵まれない、人々を助けたということで、 一部の信者によって未だ尊敬されていた。ジョーンズタウンにおいて、ジョーンズは、商店と呼ぶ、信念を宣伝し始めた。商店は、ジョーンズとジョーンズの信者たちが、一緒に死に、そして他の惑星へと移住しこの上なく幸せに、生活するという内容であった。ジョーンズは、自分が、ジョン・ビクター・ストーンの生物学的父親であると、主張していた。ただし、 出生証明書上では、人民寺院の弁護士であったティム・ストーンと彼の妻、グレースが、ジョンの両親であるとされていた。人民寺院が繰り返し主張したところによれば、1971年に、ストーンは、グレースの逃亡を防ぐために彼女と成功するよう、ジョーンズに頼み、その結果ジョンが誕生した。グレースは1976年に、人民寺院を脱退し、翌年に、 夫ティムに対する離婚訴訟を開始した。グレースとの親権争いを諦めさせないために、ジョーンズはティムに1977年2月に、ジョンをガイアナへ連れてくるように要求した。結局、1977年6月に、ティム自身も人民寺院を脱退し、ジョンはジョーンズタウンにとどまらされた。ジョンストーンに加えて、ジョーンズは別の子供、ジム・ジョンの父親にもなっている。 1977年1月に、インターナショナルホテルで行われた反立退き、運動での競争ジム・ジョーンズとセシル・ウィリアムズ1977年秋、ティム・ストーンは、ジョーンズタウンに親族を残している人民、寺院脱退者たちと共に、団体、有料親族を結成した。ストーンは1978年1月に、ワシントン DC を訪れ、アメリカ合衆国国務省職員と、 アメリカ合衆国議会議員と面会した。彼は、ジョーンズに対する彼の不平不満を記述した白書を書いていた。このストーンの努力は、カリフォルニア州選出のアメリカ合衆国会議員のレオ・ライアンを刺激し、ライアンは、ストーンの代理として、ガイアナ首相のフォーブス・バーナムに書簡を書いている。さらに、有料親族は、ストーンの息子、ジョンの本語について、人民人側と、 皇帝闘争を開始した。ジョーンズがアメリカを離れると、彼の政治的な同調者のほとんどが関係を断ち切ったが、一部は関係を保ったままだった。ウィリー・ブラウンはジョーンズへの支持の表明として、人民寺員の集会で、彼らの敵に対して公然と意見を述べている。その集会には、ハーベー・ミルクや後のサンフランシスコ市長、アート・アグノスも出席していた。 1978年2月19日、ミルクはアメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターに手紙を書き、その中でジョーンズのことを最高の品位を持つ人物と称えており、一方で人民人員だった医者たちを明らさまで高顔無知な嘘を使って聖職者、ジョーンズの評判を傷つけようとしていると急断した。モスコーニの事務所は、ジョーンズはなんだ法律違反を犯していないという。 プレスリリースを行っている。1978年4月11日、有料親族は聖職者ジェームズ・ウォーレン・ジョーンズによる人権蹂躙の告発と題された文書集を人民寺院員やマスコミ関係者、アメリカ合衆国議員たちに配布し始めた。この中には手紙に加えて先誓教術書も含まれていた。1978年6月、 人民寺院流反者のデボラ・レートンは、有料親族に、ジョーンズタウンでの生活状況と、人民寺員によって行われている犯罪の詳細を告発したさらなる先誓供実調書を提供している。1978年9月にジョーンズは増大する、調査に直面しており、著名なケネディアン殺陰謀論者である、マーグレーンとドナルド・フリードに対し、 アメリカ合衆国情報機関による人民寺院への壮大な陰謀という主張を証明するよう依頼した。ジョーンズはレーンに対してエルドリッチ・クリーバーのようにやりたいと述べた。クリーバーはブラックパンサー等の脱退者であり、評判を回復させてアメリカ合衆国へ帰国を果たした人物だった。レオライアン1978年11月、レオライアンは 人権蹂躙告発の調査を行うために、ジョーンズタウンへの実勢調査を実施した。彼の調査団には、人民人信者の親族、NBC のカメラクルー、記者、そして、複数の新聞社の記者が含まれていた。1978年11月15日に、代表団は、ガイアナの首都ジョージタウンに到着した。それから2日後、彼らは飛行機でポートカイトマイと移動し、 その後はバスでジョーンズタウンへと移動した。ジョーンズはその日の夕方、ジョーンズタウンの中央行動でライアン代表団をおもてなしている。ライアン代表団は人民人信者のドンスライにライアンがナイフで襲われるという事件があった後、11月18日の午後に慌ただしくジョーンズタウンを離れている。この攻撃は阻止され、代表団の訪問が打ち切られる要因となった。 ライアンと代表団のメンバーは、ジョーンズタウンからの帰国希望者15名を連れて行ったが、ジョーンズはこの時、この離脱を止めようとはしなかった。代表団のメンバーが、飛行機に搭乗している際、ジョーンズの武装警備隊、赤旅団がトラクターとそれにつながれたトレーラーで、滑走路に乱入し、銃撃を開始した。襲撃者たちは、ガイアナやウェーズで、 ハビランドカナダ DHC-6 の傍らで、ライアンと他4名を殺害した。時を同じくして、ジョーンズタウンからの離脱希望者と見られていた、ラリー・レイトンが銃を取り出し、小さなセスナ機に登場していた、帰国希望者たちを襲撃し始めた。NBC のカメラマンが、この DHC-6 襲撃の最初の数秒間をカメラで撮影していた。 この襲撃で殺害されたのは、ダイアンの他に、NBC 記者のドン・ハリス、NB c カメラマンのボブ・ブラウン、サンフランシスコエグザミナーカメラマンのグレッグ・ロビンソン、そして、人民人員信者で、被告希望者のパトリシア・パークスの、計5名である。この襲撃の生還者の中には、後に、アメリカ合衆国下院議員になる、ジャッキー・スペアジョージタウンのアメリカ合衆国大使館副使名。 リチャード・ドワイヤー、NBC プロデューサーのボブ・フリック、NBC 音響技術者のスティーブさん、サンフランシスコエグザミナー記者のティム・ライターマン、サンフランシスコクロニクル記者のロン・ジャバーズ、ワシントン・ポスト記者のチャールズ・クルーズ、そして数名のジョーンズタウンから帰国を希望した人民人信者がいた。ジョーンズタウンの家並み同日の夕方、909人のジョーンズタウン住人が、 シアン化物中毒で死亡した。死者のほとんどがジョーンズタウンの本行道の周辺で死んでいた。この死者は一件の事件で亡くなった。アメリカ合衆国死者数としては2001年9月11日にアメリカ同時多発テロ事件が発生するまでは史上最大であった。後に FBI が自殺が次々と行われていく様子を録音した約45分の オーディオテープを発見している。このテープの中で、ジョーンズは人民寺院の信者に対して、ソビート連邦は空港での殺人の後、人民寺院信者たちを受け入れることはないと語っている。ジョーンズは集団自殺の理由として、彼がかつて述べていた人民寺院に対する情報機関による陰謀を挙げている。ジョーンズは襲撃者がパラシュートでここへやってくる。 我々の無垢な赤子たちを襲撃する。そして、奴らは、我々の子供たちを拷問し、我々の仲間を拷問し、我々の親たちをも拷問するだろうと述べている。敵軍が子供たちを露覚し、ファシズムに染め上げるだろうというジョーンズの過去の発言。そのままに、ある人民人信者は、奴らにさらわれた子供たちは、大きくなっても彼らの言いなりになると述べている。これらの理由のため、 ジョーンズと人民寺院の数人の信者たちが、シアン化物を混ぜた、ぶどうみのフレーバーエイドによる革命的自殺を主張した。後に公開された人民寺院の映像では、ジョーンズはクールイコールエイドでいっぱいになった貯蔵庫を開け放つ様子が映されていた。しかしながら、集団自殺の場所には、ぶどうみのフレーバーエイドの空容器が残されており、鎮静薬と共に、 毒物製造に使用されたことが判明している。信者の一人であるクリスティン・ミラーはテープの序盤で革命的自殺に異議を唱えている。人民自院信者たちが泣き出すとジョーンズはヒステリーを止めるのです。これは社会主義者や共産主義者が死に臨むやり方ではありません。我々が死に臨むやり方ではありません。我々は遺言を持って死ななければならないのですと。 生めている。テープの中で聞き取れるものとして、ジョーンズは死を恐れてはいけません。そして死は別の段階へ向かうためのステップでしかないのです。そして、それは友だと言っていたのである。そしてテープの最後、ジョーンズは次のように占めている。我々は自殺するのではありません。我々はこの非人道的な世界の状況に対抗するために革命的自殺という行動を行うのですと。 逃亡した人民寺院信者たちによると、子供たちは最初に毒物を与えられ、家族は共に死んでいったという。集団自殺は定期的に行われた予行白い夜で、かつて議論されたものであった。かつて行われた白い夜では、ジョーンズが毒と偽った飲み物を人民寺院信者に飲ませるということもあった。1978年11月18日、 ジョーンズは頭に銃撃を受け、デッキチェアで死んでいる状態で発見された。ガイアナの検視官、サイリルム2は自分で銃撃したと考えることが可能だと述べている。しかしながら、ジョーンズの息子ステファンは、父は誰かに命じて、自らを射殺させたと信じていた。ジョーンズの検視では、バルビツール3系、ペントバルビタールが検出されている。 その量は体性を持たない人間の致死量に至っていた。1973年12月13日、ジョーンズはロサンゼルスのマッカーサー公園近くの映画館のトイレで男性に性行為の誘いをしたという理由で逮捕、告発された。これは身分否得捜査に従事していたロサンゼルス氏、警察下級巡査のおとりであった。ジョーンズが自身は、 正真正銘の異性愛者だと信者に言っている記録が残っている。しかし少なくとも人民人員の集会で信者の面前で信者男性に対して性的虐待したという記録が残っている。ジョーンズは今回の人民人員信者間での性行為を禁止した一方で彼は男性と女性双方の人民人信者と性的関係を盛んに結んでいた。しかしながら ジョーンズ自身は同性愛行為を嫌悪しており、その男性信者たちのために象徴的なつながりを築こうとしただけだと主張している。ジョーンズの霊感の源の一つは、インターナショナルピースミッションムーブメントのリーダーファーザー、ディバインであった。ライアンが訪れていた最後の朝、ジョーンズの妻、マルセリーヌは記者に対して、ジョーンズタウンの案内を行っている。その日の遅く、彼女は、 行動で、服毒自殺している状態で発見された。ステファン、ジムジュニア、そしてティム・ジョーンズは、人民寺院のバスケットボールチームに参加しており、ジョージタウンで、ガイアナ代表チームと試合をしていたため、この集団自殺に巻き込まれることはなかった。ジョーンズタウンでの惨劇が起こった時、ステファンとティムは二人とも19歳で、ジム・ジョーンズ・ジュニアは18歳であった。 ティムの血のつながった家族タッパー家は3人の姉、妹、兄弟、母がいたが全員がジョーンズタウンで死んでいる。惨劇の3日前、父ジョーンズからライアンの訪問のためにバスケットボールチームをジョーンズタウンに戻すように指示を受けているが、ステファン・ジョーンズは無線を通じてこれを断っている。ジョーンズタウンでの惨劇の間、ステファン、ティム、ジム・ジョーンズジュニアは ジョージタウンのアメリカ合衆国大使館へと車を走らせ助けを求めた。大使館の護衛を行っているガイアナ軍兵士たちはポートカイトマ空港での惨劇の情報が入っていたため彼らを大使館に入れようとしなかった。その後、この3人はジョージタウンの人民人本部へ戻り、そこでシャロン・エーモスと彼女の3人の子供の遺体を発見している。 ガイアナ軍兵士たちは5日間、ジョーンズ兄弟を軟禁状態に置き、ジョージタウンで起こったこの死について尋問を行っている。ステファン・ジョーンズはジョージタウンでの死に関与していると告発され、3ヶ月間、ガイアナの刑務所に収監された。ティム・ジョーンズはもう一人の人民寺員バスケットボールチームの選手、ジョニー・コップと共にジョーンズタウンへと向かい、 自殺した人たちの特定に協力するよう要請された。アメリカ合衆国へ戻った後、ジム・ジョーンズ・ジュニアは、すでに教団に対して反発していた姉スザンヌと共に、数ヶ月間警察の監視下に置かれた。ジョーンズタウンが最初に建設された時、ステファンは、父から2回にわたり、ジョーンズタウンへの移住を求められていたが、辞退した。しかし3回目の要求の後、最終的に彼は、 ジョーンズタウンへと移住した。彼はジョーンズタウンへと移住するようにとの父の願いに応えたのは母のためだと語った。ステファン・ジョーンズは現在ビジネスマンとなり結婚して3人の娘に恵まれている。彼はドキュメンタリー番組ジョーンズタウンパラダイスロストに出演した。彼はこのドキュメンタリーを見ることはないだろうと語り、父について 心痛を感じたことはないとも語っていた。一年後、彼はドキュメンタリー番組ジョーンズタウンの目撃者にも出演し、そこで彼は人民寺院内部を映した映像に対して感想を述べている。ジム・ジョーンズ・ジュニアはジョーンズタウンで妻とお腹の中にいた子供を失い、サンフランシスコへと戻った。彼は再婚し、三人の息子に恵まれた。そのうちの一人。 ロブ・ジョーンズはサンディエゴ大学、後にセントメアリーズカリフォルニア大学へと進学した高校バスケットボールのスタープレイヤーであった。ルーとアグネス・ジョーンズは二人ともジョーンズタウンで死亡した。アグネス・ジョーンズは死亡した時35歳であった。彼女の夫と四人の子供も全員がジョーンズタウンで死亡している。ルー・ジョーンズは当時21歳であり、妻、 テリーと息子のチェア家と並ぶように死んでいた。ステファニー・ジョーンズは5歳の時に自動車事故で死亡している。スザンヌ・ジョーンズはマイク・カートメルと結婚した。後に両名とも人民寺院を離反し、1978年11月18日にはジョーンズタウンにはいなかった。人民寺員との決別の後、ジョーンズはスザンヌのことを公に私の忌まいましい。 極潰しの娘と呼び、彼女を信じることなどできないと主張していた。マルセリーヌ・ジョーンズは死に際して署名した書き付けを残しており、その中でジョーンズの財産をソビエト連邦共産党へ譲渡する意思を記載しており、さらに次のように記載している。私はこれらの一部たりとも私の幼女スザンヌ・ジョーンズかートメルの手に渡らないことを強く望みます。 カートメルは二人の子供に恵まれ、2006年11月に大腸がんで亡くなった。ジョンの父親であるティムストーンへの具体的な言及が人民人最後の死のテープに残されており、そこには彼を殺害する計画も含まれている。ジョンストーンも革命的自殺の中に含めるべきかという議論も行われた。ジョンストーンはジョーンズタウンのジム・ジョーンズのキャビンの中で、 中毒死死体体となって発見された。ジム・ジョンと彼の母、キャロライン・ルイーズ・ムーア・レートンは、双方とも、ジョーンズ・タウンの集団自殺の中で命を落としている。ありがとうございます。